2011年ぐらいにからですね、急激に問題になった、まあ、尖閣諸島のことですね。これはある意味で脅威ではありましたけども、別の意味では私たちの目を覚ましてくれたということがあるんですね。私たちはまあ70戦後70年、あの戦争の記憶があまりに激しかったもんですから、ちょっとその防衛とか戦争ということをですね、避けてきた。しかし、これがずっと続くわけにはいかないわけですね。 私たちには子供がいるし、自分に子供がいる、いないでは関係なくてですね、まあ、日本人に、すべての日本人に子供がいなくて、あと何十年経ったら、この日本は空になるということになりますとね、我々が生きる力というのを失うと思うんですね。まあ、そういう意味で、沖縄の基地の問題についても、そんなことあるなというぐらいな気持ちではなくて、日本人が自分のこととしてまあ考えて、そろそろ決断する時期が来てるわけですね。でまあ 一つ一つこういった大きな問題を解決していきませんと、まあ、子供の生きる時代の日本はですね、まあ、懸案事項ばかりになる、まあ、年金問題もあれば財政問題もある防衛問題もあるしというようなことが積み重なっていきますとねこれはなかなか解決ができないわけですから私たちがここで一つでもいいから解決をしていかなければいけないと私は思うわけでですね。え前回のの関連の記事ではですね。 普天間も辺野古もですね、基地はアメリカ軍が必要としていると言ってるんですが、実はそうではないんじゃないかと。日本の国会議員が欲しがっていて、まあ、国民がそれをどうするかを決めかねてるということではないかという、まあ、別の見方をちょっと示したわけですね。それでこれを今後、前向きにどのように考えていけばいいかということを少し整理をしてみましたが、まずやっぱり私はですね、世界の大国で自分の国を守らないという国は日本だけですから。 だから、まあどういう形かどうかは別にしまして、ですねやっぱり自分の国を自分で守ると、今、アメリカ軍が守ってくれてますからね、えー、日本は核武装してないって言うけども、アメリカの原子力潜水艦、核弾頭をついた原子力潜水艦が日本の周りにいて守ってるわけですから、まあ核武装もしてると、まあ私はまあ昔から言ってるんですけども、北朝鮮にまあ日本人が拉致された問題、それは北朝鮮が悪いですよ、拉致したんですから、だけども、日本国は日本人を守らなかったのかと。 いうことをもう少し踏み込んで考えなければいけないというふうに私はまあずっとそう思ってきてるわけですね既、まあ、北朝鮮が悪い例えばえ強盗が玄関に来るやっぱり玄関の閉じまりはしとくもしくは強盗に子供がさらわれないようにするっていうのはやっぱりこれは親の責任だとこう思うわけですねまあ、この問題がまず根本にあると思いますそれから平和憲法を守ればいいという話がありますけどこれがやっぱり問題だったと思いますね平和憲法があっても 他国は攻めてきます。つまり平和憲法というのは自分日本が他国を攻めないという宣言しているだけのことで他国が攻めてくることを防ぐことはできませんね。現実的に竹島というところがありましてこれは離床版ラインで勝手にっていいますかね、えー、っと平和条約にもないのに利昇版ラインを引いて取られました。 それから尖閣にもですねこれ中国が強引に上陸しておりますが、まあ、自衛隊がいないアメリカがいなかったら今ごろ尖閣諸島は中国の領土になっているでしょうねそれから北方四島も現在ではロシアが返還しないで占領しておりますで私はですねまあ先ほど言いましたようにすでに戦後70年過ぎているわけですからアメリカ軍は日本から撤退してもらってですねアメリカと協定を結び 有事の時に同盟を結ぶというぐらいがちょうどいいんではないか、それで抑止力も持てるんじゃないかという,ふうに思うんですね。それからまあ憲法を改正して日本軍を持たないといけないわけです。で日本軍を持っていけないと主張する人は、ですねやっぱこの際、ですね他国から攻められても諦めるということをはっきりと言うと、要するに尖閣諸島を取られますからね、だらこれはもうそれでいいと。 あるいは沖縄を取られますからそれでもいいというふうにやっぱりはっきり言わないといけません私、長くですね社会党の党首だった議員さんにですね本当にあなたは外国が攻めてきたらどうするんでしょうかというふうに答えあの聞いたらですねもう踏み込んで聞いたらですねお答えにならなかったですねそれではやっぱり信頼はできないと思いますそれから軍隊というのは戦争をするためにあるというふうに思っている方が多いんですが軍隊はやはり平和のために存在するということですね。 まあしたがってそのための国内法を整備して、国内法の整備で軍隊の暴走を抑えるということは我々の知恵でできるんではないかというふうに思うんですね。それからまあ私が普通の歴史で話してますように、日本の戦前は実は軍国主義だったのかということですね。ロシアとかアメリカが攻めてきたから立ち上がったのか、それとも軍国主義だったのかということですね。 これについての合意を作らなきゃいけないと思うわけですね。それに加えて、このブログでも話しましたように、平和外交の力ですね。例えば、地球温暖化。まあ、これは別に温暖化してるわけでもなし、温暖化が脅威なわけでもないけども、平和外交としては非常に力があるわけですね。つまり、ヨーロッパとかアメリカから見れば、アジアの日本、中国、インドを抑えるためにはですね、一つは軍事力がありますね。一つは平和外交があります。で、平和外交で来たのが温暖化ですね。 温暖化だから、君たちはもう発展するなよと、こう言って日本はまんまとその罠にかかってしまったわけですけども、まあ、中国とインドはですね、そんなことをふざけんじゃないっつって、まあ、言うこと聞かないとい、まあ、うことですね、こういったあの平和外交っていうのがあるわけですね、そこの平和外交の力が必要です。私ね、もう一つ、非常に大切なのはですね、横並び思想がをやめるっていうことですね。 そうしないとやっぱりダメなわけですね、正確で正しい情報が、まあ、国民に届いて、それを求めなきゃいけませんがそれに基づいて自ら考える姿,姿勢を持つという、私、それでも一番問題にしてるのが、クールビズなんですよね。えー、役人がですね、何月何日からネクタイ外せって言われなければ、ネクタイを外せないっていう国は、多分世界でも日本しかないんじゃないかというふうに思うんですよね。 まああの制服っていうのは世界にどれでもありますが通勤服がを政府が指定するっていうのはね頭が全く回らないっていう感じなんですがまあ服装ぐらいは自分の趣味と体調って言いますかねまあそういうもので考えると人に不快な思いをしない程度に個性を生かすというのが服装の基本ですから。 ネクタイするしないなんていう話をですね、役人が言わなければ、ネクタイを外せないっていう社会も、本当に惨めな社会じゃないかなと思うんですね。私はあの民主主義のシステムというものは、もともと軍部の暴走が起こらないと思うんですね、世界で軍部の暴走が起こっているところは、民主主義でないからなんですね、もしくは形の上で民主主義でもですね、実際、民主主義じゃないから。 だから一流国ではそういうことは起こらないと思いますね。まあ、したがって、まあ、国民がまず正しい情報を得なきゃいけませんから、まあ、NHK を潰すか、ですね、あるいは NHK を抜本的に改,改善をするということが第一ですね、やっぱり情報が正しくなきゃいけません、えー、この温暖化報道に中心を置かれるようなですね、NHK の報道があれば、ですね、やっぱり我々は間違うわけですね。それからやっぱり、 専門家がですね、やっぱり自分の利益よりか自分の専門に忠実であるっていうことですが、それはやっぱり専門家教育というものをしっかりしてですね、倫理教育をしっかりするということと、それから社会がですね、専門家っていうのはあなた、じ自分の専門のことをきちっと言うんですよ。分かってますね <laughs> というですね、えー、そういうことを、まあ、常にそういう態度を示すっていうことですね。例えば、御嶽山の噴火なんかでもそうでしたが、あなた専門家なら、 噴火する可能性があるのは噴火すると言わなきゃいけませんよ。誰に遠慮したんですかとか言わなきゃいけないんですね。それからまあ、技術士についてはすでに法律がありますが、専門家が責任を負うようなことをやったときには、その責任をちゃんと問うというシステムが必要だということですね。私は戦前の日本で軍部が暴走したということはないと思いますけども、むしろ気弱な国民というのがいたんじゃないか。それからアメリカがですね、 まあ攻めてきたということがあるんじゃないか、まあ、攻めてきたのは現実的には金融という形ですね、あの鉄鋼を輸出しない、石油を輸出しないっていうんで、もう日本が立ち上がらざるを得ないという状況にまで攻めたということですね、こういったやり方っていうのは、今ではもう軍事行動と同じというふうに定義されております、それに対して国民が気弱でなければですね、どうするべきかっていう議論をしたんでしょうけど、日本のやっぱり気弱さはですね、一気にい,かいってしまうんですね。 私がこのブログで、JR 東海道新幹線の児玉の検察というものを問題にしているわけですが、なんで問題にしているかとっ,ったら、誰もが不合理だということは分かるんですよね。私が私的に、ですねこんなことがあるんですよって、みんな変だねっていうような、2つも検察通っていくんじゃないの。通常検察を通って、新幹線の検察を通って、児玉の自由席は誰でも乗れるのに、それでも検察をする。それに対してみんなが疑問を呈さない、ここが怖いんですよね。 それから、車掌が片付けない座席の,背,の背もたれとかゴミを乗客が片付けるように言う。これを JR 東日本は私にマナーだと言いましたけどね。車掌は監獄だったらば、看守だから、看守はゴミを片付けないと、こういうわけですね。だから、こういったことはですね小さいことのように思って、そんなこと関係ないじゃないかと思うかもしれませんが、もしもですね、 今のまま JR 東海道新幹線の児玉の自由席の建設が行われたり、ですね車掌も片付けないような座席のセットとか、ゴミを乗客が片付けているようでは、またクールビーズを実施しているようでは、ですねやっぱり軍隊を持つのは危険なんですね。というのは、それは国民が下僕だという意識がやっぱりあるからですよね。我々はお上の指示に従って、封建時代のように生きる。まあ、これがやっぱり日本軍を持つ 前提条件ととししして打破なななきゃならないことでしょうね NHK はもちろんあるんですが、NHK の報道したことを間に受けて、そのまま行動してしまう、JR 東日本の言うことをそのまま間に受けるというんでは、ですねやっぱり軍部が独走する可能性はあるのではないか、そこのところが、私たち、日本が一流国家であるかどうか。